ここで一つ求心力を作っていくということは本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張る、まあ、偽警察が 4,5,000万人がデモに行くような感じになる。明けましておめでとうございます。安倍晋三です。よろしくお願いします。それ守らない国はね評判悪くなってる基本的に。もう評判悪いですねかの国は。で評判が悪くなるとですね、これは経済の発展にとってもねこれ必ずマイナスなんです。はい、で国なんて通用しないんですけどね、だからそんな風になってるので、ただね、まあ分離政権を持ってもいたよねということに対して、まあ、ちょっと研究を深めてこれを共通のベースとされてないんですけどその違いは大きいです、ね、昭和天皇もずっと在位続きましたし国家が強制的に連れて行って性奴隷にしたんじゃないんだから、日本人が来て連れ去られたっていうことを言ってる人は多分いないんですよね。痛風を素晴らしいねこういう韓国精神というかねいいですかねそれは過激な発言をすることで自分の、存在をアピールするっていう人が多くの番組に呼ばれるっていうことはあると思います。